英国の俳優、脚本家、コメディアン。ジェレミー・ダイソン、マーク・ゲーティス、リース・シェア・スミスらと、シットコム、スケッチ番組、リーグ・オブ・ジェントルマン基人同盟、を制作した。シェア・スミスとは他にも、サイコビル、インサイドナンバー9などを制作している。ドクター・フー、ペニドルム、ブラック・プール、シェイムレス、ホワイト・チャペル、ハッピー・バレー、マップ・とルチアなどに出演している。 ペンバートンは、ランカシャーの町チョーリーで生まれた。チョーリーにある聖ミカエル英国国境会高校に通い、演劇の才能を認められた。同じくチョーリーのランショーカレッジで学んだ後、ブレットンホールカレッジに通い、舞台芸術のバチェラー・オブ・アーツで優等学位を得た。私生活では、アリソン・ペンバートンと結婚し3人の子供に恵まれている。ペンバートンの活動初期には、 実験的な劇場での業績が多い。彼は、ゴードン・アンダーソン、トム・ハドリー、そしてプロデューサーのシェーン・ウォルターと606劇場を立ち上げている。バラエティ誌に寄稿していたほか、1991年から1998年までは、インターナショナルフィルムガイドの編集法も務めていた。ホワイト・チャペル、ベニドルム、アンダー・ザ、グリーンウッド・ツリー、ホテル・バビロン、 ザ・ラスト・デテクティブ、幽霊探偵ホップカークブラックプールシェイムレスなどに名を連ねている。2004年には映画、ナイルにしすで、ベスナー医師を演じた。また2005年の映画、名犬ラッシーにも出演している。ペンバートンは、スケッチコメディグループ、ザ・リーグ・オブ・ジェントルメンの一員として最もよく、知られている。グループの他のメンバーは、脚本家のジェレミー・ダイソン。 脚本家兼俳優のマーク、ゲーティスト、リース・シェア・スミスである。ペンバートンは10代の終わりに、ブレットンホール・カレッジでメンバーと出会った。ザ・リーグ・オブ・ジェントルメンとしての活動は1995年の舞台活動に始まり、1997年には、BBC ラジオ4でのラジオ番組オン、ザ・タウン・ビズ・ザ・リーグ・オブ・ジェントルメン。そして1999年には、 BBC2 でのテレビ番組、リーグ・オブ・ジェントルマンキジ人同盟の放送開始と次第に場所を移していった。中でもテレビ番組には、英国アカデミー賞テレビ部門、ロイヤル・テレビジョン・ソサイティ・アワード、名高いモントルー、金のバラ賞などが与えられている。2007年には、ミスター・ビーイン・カンヌで大迷惑、で、教区司祭を演じた。同じ年の6月には、 ウエストエンドで上演されたミュージカル、ドロージー・シャペロンの椅子の男役をボブ・マーティンから引き継ぎ、終演の2007年8月4日まで同役を演じ切った。2008年には、ノルウェーで制作されたアニメーション映画フリー・ジミーの吹き替えを担当し、ズングリとして派手に着飾った暴走族、ラピッシュ・マフィアのメンバーマティスを演じている。この作品では、同じ。 ザ・リーグ・オブ・ジェントル・メンのゲーティス、シェア・スミスも吹き替えを担当している。2009年6月には、シェア・スミスとの共同脚本番組、サイコビルが BBC2 で放送された。二人とも、リーグ・オブ・ジェントル・マン同様に、複数役と脚本をこなす、構成の番組である。2010年には、テリー・プラシット、エス・ゴーイング・ポスタルに出演し、ルーファ・ス・ドラム・ノットを演じた。 2011年にドンマーウェアハウスで講演されたザ・25ス・アニュアル・パットネム・カウンティ・スペリング・ビーにはダグラス・パンチ副委員長として登場した。2014年には E.F. ベンソンの小説マップとルチアの本案に参加しジョージーピルソンを演じた。ペンバートンは本案の執筆も担当したほか同じくザ・リーグ・オブ・ジェントルメンのマーク・ゲイテキストも共演している。 作品は2014年のクリスマスに公開された。また2014年にはダークコメディアンソロジーのインサイドナンバー9が BBC2 で放送開始された。サイコビル同様シェアスミスとの共同制作で2015年には第2シリーズも放送されている。ありがとうございます。